ハスクバーナモーターサイクルズは、ピエラインダストリー AG が保有しているモトクロス、エンデューロ、スーパーモタードなどのオートバイを製造する企業である。1903年に、スウェーデンのハスクバーナのオートバイ部門として創業した。数多くのオートバイメーカーと同様、ハスクバーナも19世紀後半に自転車製造を始めている。1903年には、オートバイ製造に転業している。 最初のオートバイであるヒュースキーは輸入されたエンジンを使用した。1918年にはそれまで自社工場での製造が開始された。その頃、スウェーデン陸軍と契約を取り付け、クロスカントリーや長距離、オートバイレースイベントにも参加していった。1920年には自社のエンジン工場を新設し、最初のエンジンはハーレー・ダビッドソニア・インディアンと同様の550。 CC4 ストローク50度サイドバルブ V ツインエンジンを設計した。一度、第二次世界大戦前にマンシュマ TT レースのような行動レースで使用するストリート用オートバイを製造した。そしてモトクロスやエンデューロの世界選手権で優勝したことで知られることとなった。1930年には 350CC から500。 CC クラスのロードレース世界選手権に参戦し、1939年にはスウェーデンでも大きなオートバイメーカーとなっていた。多くのレース用バイクは1931年にフォークマナーステッドによって設計された50度 v ツイン試作型が基本となった。サイドバルブは多くのバイクでナトリウム冷却が使われていた時、一度に一風変わった。 アルミニウムシリンダーが使われた。ハスクバーナのチームは1931年のスウェーデングランプリでラグナー・スー・ウンド・コビストとガンナー・ケイ・ランの1から2フィニッシュでノートンのチームを下した。この来年度の成功はハスクバーナのチームで参加するスタンディ・ウッズとアーニー・ノットは GP トラックに完全に傾倒するようになっていった。 その年、ノットは 350cc ジュニア TT において3位でゴールし、ウッズはシニア TT においてゴール目前の8マイルでガスケとなった。1935年には会社側がサポートから撤退したが、新しいバイクが作られたもののレースには不参加となり、しばらくの間は2ストロークに即、コミューターバイクの製造に力を入れるようになった。その年、 スタンリー・ウッズは279ポンドの負荷をかけた 500cc ハスクバーナ製のオートバイでスウェーデングランプリを優勝した。1960年に軽量化しにストロークエンジンを備えたオフロードバイクはかつて優勢であった旧式のイギリス製4ストロークオートバイを助けた。1960年代から1970年代にかけてハスクバーナは モトクロス世界選手権で圧倒的な力を誇り、125cc、250cc、500cc の部門で14回、エンデューロ世界選手権で24回、バハ戦で11回優勝している。1987年にイタリアのオートバイメーカーで、ベガボルト、アグスタの親会社であるカジバに売却された。オートバイは、ヒュースキーズ、ヒュースキーとして知られ、 今はバレーゼで製造されている。ハスクバーナは排気量 125cc から 576cc にかけて2ストロークエンジンや4ストロークエンジンを使用し、モトクロス、エンデューロ、スーパーモタードを作っている。ハスクバーナにとって重要なレースの継続はエンデューロ世界選手権やスーパーモタード、世界選手権への競争である。ジェラルド・デロープンは ハスクバーナの SMR662 乗り2005年にスーパーモータード世界チャンピオンとなった。2008年にはエイドリアンチャーターが SM530RR に乗りタイトルを獲得した。2007年7月には9300万ユーロで BMW に買収された。BMW もトラットはハスクバーナを別企業として存続させる計画を立てる。 現在の従業員だけでなくすべての開発、生産、営業活動をイタリアバレゼで行うようになった。BMW はハスクバーナを BMW の自動車部門であるミニの二輪車バージョンとして位置づけようとした。しかし BMW グループは2013年1月31日、KTM グループの親会社、ピエラインダストリー AG に ハスクバーナモーターサイクルズを売却したことを発表する。同年10月には KTM 参加となっていたフサベルがハスクバーナを買収したが、フサベルは1987年のハスクバーナ売却時に一部関係者が独立して創業した経緯があったため事実上の再統合となった。以降はフサベル側がハスクバーナのブランドを継承し、KTM 参加として現在に至る。 ヌラ 900R 歴史ハスクバーナモーターサイクルズハスクバーナそのルーツであるスウェーデンに帰国 KTM ジャパン2013年11月5日ありがとうございます